はい、今回は初心者のためのボクシングジムの首の鍛え方、首の後ろの鍛え方を公開します。初心者にね、分かりやすいように、解説します。後ろ側を鍛えるときにはいろいろあるんですけどね、いろいろあるんですけど、まずじゃあ初心者のあなたは、ボクサーだとね、あのボクシングジムとかであのリングがあるので、リングのこう隅にね、隅というかリングの隅のところに行って、こう段差があるじゃないですか。段差があるところにうつ伏せに行くのよ。うつ伏せに寝て、うつ伏せに寝て、まあ、うつ伏せに寝てね、うつ伏せにこう、まあ、寝るわけね。寝て、でここに段差が本当はあるんですね。ここは平行だけど、で単純に首をこういうふうにして上げる、上げる、上げる。そしてここを鍛える、こう鍛える。これだけです。最初この寝そべって、まあ四つん這いでもいいですよ。まあこう首だけをこうやって上げる。まあもうさ前見てるけど、こうダンベルと一緒に、こう筋トレと一緒に、こう腕の。でここを鍛える。この首をね、こう意識して、鍛える。これ長い。10回、20回、30回かける3セットとか、あなたの筋力ね、体力なしでやってみる。そういうことをやってみるわけです。この首の後ろを軽く、まあこれ軽めでもいいんですけどね。まずここからやってみると、まあいいかなと思います。まあ、首をね、鍛える。まあそれをちょっと参考にして、みてください。はい、じゃあ今日はこの辺で終わります。私に質問があったら、今すぐ下のお手数から、見合いボクシング、まあ、質問ないのに、下のお手数から質問の内容を送ってください。それに対して動画で回答します。この YouTube チャンネルで無料で登録できます。今すぐチャンネル登録ボタンを押して登録してください。そうすると最新のボクシング情報の方をリチャージして楽しむことができます。見合いボクシング、これもね、回答します。私が教える見合いボクシング。詳細この後は今すぐ下のお手数からボクシング詳細情報で、メッセージを送ってください。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。